ここが私のアナザースカイ。はい、どうもゆうたです。本日はシーズンイン一発目の TC ですね。ちょっとね、去年の忘れ物を取りに来ました。とりあえず今回は、前回の TC 戦でかなりアンダーステアの傾向だったんで、それを改善すべくリアのバネも20から18にして、でプリロードかなりかかってたんで、それを、10ミリ掛けにして、あとクロアのボディ補強を取ったのと、リアの減衰をちょっといじって、ちょっとまあロールねじらす方向と、ちょっとリア旋回するようなセッティングにしてきたんで、ちょっとそれで結構本当にもうアンダーって感じだったんで、リアをうまく使って曲がるようなセットになってるはずなんで、それで試したいと思います。まあ、とりあえず去年のベストが1秒2で、タラレバーが0秒6台入ってるんで、ちょっとね、ただ今日モティーズ総公開さんなんですけど、ちょっとトラフィックパラダイス疑惑が出てるんで、まあまとめられなくても、まあ、各コーナーで感触つかめれば、今シーズンは筑波と富士に絞って、まあ筑波まだあと2回ぐらい走る予定なんで、ここでいい感触をつかみたいと思います。でその後井出裕二選手に道場で乗ってもらえるんで、そこでもコツをつかめたらいいかなと思います。はい、
ね、2秒3で、1秒台も入んなかったんだけど、やっぱりね、いろいろ変えてきたんだけど、スーパードワンダーで、リアはただ結構動くようにはなってきてはいるんですけど、ちょっとね、なんか本当に根本的なドワンダーでどうなっちゃってんのっていう感じなんですよね。なんでちょっともうちょっと減衰でどうにかできるかやってみようと思います。で、次井出さんに乗ってもらいます。最後走ったんですけど、なんかやっぱりね、僕と全く同じ意見を持ってて、やっぱりその進入から出口の時行くまでがアンダーでブレーキを離せないというか感じなんで、そこが改善すればもっとタイムは出ると言ってたんで、やっぱりそこなんですよね。僕が思ってる、どうしても、こう、アンダーだなっていうところ。で、フロントのプリをちょっと、緩めてみてくださいって言われて、で、そんなプリかけてなかったんだけど、今さっき外してみたら、多分ね、ロックシートが緩んでて、マックスかかってたんですよ、プリが。そりゃね、いくら、どうにかこうにかしようとしたって、もうバネがそんなに振りかかってたら、やっぱりね、思い通りにいかないなっていう感じですよね。なんでちょっと振り緩めて、次のヒート走ってみたいと思います。
はい、で3ヒート目走り終わりまして、まあ、タイムこそ出てはいないんですけど、みんなもうね1秒2秒タイムが落ちてきている中で、僕は朝一とほとんど一緒のようなタイムが出てるっていうのは、やっぱちょっと車良くなったのかなっていう、まあそこはポジティブに捉えていいのかなっていう。実際ちょっとブレーキ離してもスーパードワンダーっていうのは結構収まってて、まあちょっとまだアンダーっぽい感じはあるんですが、だいぶなんかいい方向に戻ってきたかなっていう感じではあります。うん、だけどまあ正直気温めちゃくちゃ高いんで、まあこっから1秒2秒縮まるっていうことを考えたら、まあまあまあ0秒台はとりあえず入りそうな感触っぽい感触はあります。で最高速がね3キロ4キロぐらい落ちてるんで、やっぱ気温がだいぶやっぱりでかいんじゃないかなっていうのは思います。うんで最終コーナーのフィーリングがだいぶ悪いっすね。そうだね、まだちょっと結構仕様変更戻したことによって車の動きがだいぶ大きくなってちゃったんで、かなりロール量と量も出るし結構ふらつくんですけどでもまあ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 いい方向には来てるかなという感じです。ただこの先こっからちょっとどうしていくかっていうのが課題ですね。とうん、ただ運転が前のスーパードワンダーに慣れてたんで、結構車変わったのでそっちにまだ合わせきれてないっていうドライバーのあれもあるんで、ちょっとね一旦しばらくこれで1回2回走ってみてどうかなっていうのは見極めてもいいかなって。ここでこうだったからこうしようっていうよりかはもう 1,2 回ぐらいどっか走って仕様変更してもいいんじゃないかなという感じです。うん、ちょっとねやっぱだいぶ踏ん切りはまだ遠いんですけど、まああのシーズン本当真っ只中1月年明け入れば0秒台はとりあえず見えてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ結構やっぱ現実は厳しいですね。はい、まあちょっとめげずにやっていきたいなと思います。